皆さんこんにちは。フィリピン移住生活研究所のエケクです。今日はですね、こちらの視聴者さんのカップルが日本から来ていただいたんですね。はい、こちらがジョナさんです。はい、でこちらがマコさんと。マコです。ということですね、でですね、実はこのジョナさんのご実家がうちから5分ぐらいのところね。そうです。ダコビルだもんね。めちゃくちゃ近いんだよね。はい、偶然がありましてね、来たんですね。そうです。で、マコさんは、あのフィリピンは初めて。初めてなんです。どうですか？まあ、昨日ね、来たんですけどね。いいとこです。完全には分かんないですけどね。昨日来たばっかり。そうです。昨日の夕方、夜か。夕方ね。昨日でも岡田でしょと思ったの。一昨日、昨日、一昨日。昨日、一昨日行って、昨日岡田泊まって。昨日、一昨日岡田泊まって、昨日はこっちに泊まった。岡田だったらね、だってフィリピンっぽくないもんね。ここの方がフィリピンっぽいでしょ、ボロリね。あそこじゃね、日本変わらないね、変わんないもんね、あそこだったらね。で、しかもあれでしょ、明日からパールハーバー行くんでしょ。そうです、そうです。あそこアメリカだもん。そうそうそう。あそこフィリピンじゃないもん、はっきり言って。パールハーバーあそこマネジメントアメリカだもん。あそこの中でもう思いっきりアメリカだもん。めちゃくちゃ綺麗だけどね。私も行った時ないですよ。初めて。パールハーバー行きたいっていうね。サンバランテシー初めてです。めちゃくちゃ高くなったんだよね。びっくり価格だよね、こっちがね。5万5千円。あ、だてな、だていか。違う、こっちが。あ、バヤシャン。バヤシャン。あ、オッケーなの？私が予約しただけ。はい、というわけで、しばらくね、ダバオの方に滞在される、こちらのカップルということなんですね。で、実はですね、今晩、チョナさんの、お父さんのね、お誕生日パーティーがあるということで、お呼ばれしてるわけですね。はい、で、そちらの方伺いたいと思います。はい。では最後までご視聴くださいませ。お願いします。ジョナさん、マコさん、お願いします。よろしくお願いいたします。あ、何時でいいの？何時でもいいかな。あとシャッピー、グロメイティー、ジャパン。あー、おー、ビジネスに行かないよ。よく喋りますね、本当によく喋ります。よかった。あの、あ、今案内で奥さんちょっと人見知りがあるって言ったけど、今すごい、長いことそう、うちのはね、どっちかっていうと本当は人見知りのタイプなんだよね。よかった。でも長男さんがめちゃくちゃ喋るからさ、すごいね。もうプロのたこ焼き。え、どれどれ？プロのたこ焼きすごいね。お店屋さんのたこ焼き。そうでしょ、プロっぽいでしょ。ね、ちょっと食べて。あ、ダメ、これ食べられない。あ、今やってるの？そうそうそう。すごい。すごい。すごいでしょ、タレ自分で作ってんだよ。本当に。お、あの、もしいたりどっか買ったら、もしその商品がなくなっちゃって、自分は商品できないもんね。そうだよね。でもすごいね、よく考えてこれ作ってんだからいいじゃん。へー、そんなに、やっぱ新しい香りより自分で作った方がちょっといくらか、ちょっと安いね。食べたい感じ。あ、いいよ。いいよ、食べない、食べない、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。愛してるから、あんまりやな。というのは今日は、はい、おいっ子のね、4歳のね、誕生日なんですね。まあね、食べ物はね、スナックだけです。ね、マコさん。ね。
大したものないけど、いいね。なんかココナッツジュースもらっちゃって。何？これ違う？ココナッツジュース？違うのこれ？これ何？わかんない。ココナッツジュースで、ココナッツジュースで、あのミルク入ってるやつだ。ね、美味しかった、美味しかった。初めて飲んだ。美味しい？美味しいです。ラミ。この中にね、ココナッツジュースが入ってるみたいですね。ビビー、イエーイ。ほら、よく洗わない。いつも子供、よく出るだね。そうだね。ほら、バブイで、バブイって言うんだ。豚。ああ、本当だ、本当だ。ほら、本当だ。じゃあ、豚見ます？そう、豚見る。マコがまだ見てないんでしょ？見ます。はい。前も豚を飼ってたよ。前も豚を飼ってたの。あ、そうなんだ。そうダコビ。そうダコビ。で、お父さんが病気になってからやめました。あ、そうなんだ。そう。あ、何？綺麗にしてるね。ね。そう。みんな綺麗だよ。怖い。まあ、大丈夫。大丈夫。何何？なんか食べる？こっちでお母さん。あそこがあるじゃない？いや、こっちはまだ。あ、違う。あそこが一番もう親じゃない？なんか。あそこ新しい子や。うん、あっちで増やしてる。うんうん。大丈夫かい？まだ若いでしょ。まだ若いでしょ。本当チョナさんってさ、あの相手が豚でもよく喋るんだよね。あ、おうおう。本当ね。何でも喋りますよ。よく喋る。相手が豚でもよく喋る。うちは飼ってたんですよ、豚。だから、うん、よく、おう。はい、豚に好かれてますね、この人ね。そう。私好きなんですよ。そう、前これで豚で世話なったから、うちのあのお父さんがこれ飼ってたんです。あ、そうなんだ。そう、もう何匹でそういう商売やってました。あ、そうなんだ。ビッグハムやってたんだ。そうです。で、お父さんが病気になってから辞めました。あ、そうなんだ。そう、うーん。ラオナランヤハンアナ。あ、ラオナピラヤレンタベトウトウトウ。16人で大家族だから、もうこれだけでも多分16人です。もう結構いますよ、いっぱい。もう家は楽しい、毎日パーティー。で、観客パコマンコン、チキンカボ。おジーン。ジーン。Happy birthday, happy birthday,
Happy birthday to you. ピカピカ。これはね、パラボットですね。パラボット。どうでしょうか。うん。はい。美味しい。美味しい。うん。ちょっと何？酸味がある。これもただ普通のフライドチキンだろ、それはね。何時間オンタイム？美味しい。プロプロ、美味しい。あなたまた来たの？あ？お皿また来た。何時間さ、終わってね、どこまで はい、そしてね、ケーキをバクバク食べる。ダメなんかね。ダメ。の。ダメ。とてもうべな。Yes. うん。はい、このケーキなんですけれどもね、本物のうべを使ってるみたいでね、結構美味しかったですね。はい、というわけでね、ぼちぼちお帰りだそうです、ね、ごちそうさまです。ごちそうさまです。はい、とんでもないです。じゃあ後でね、はい、夜誕生日パーティー、はい、お父さんの、はい、行きますので待ってます。はい、よろしくお願いします。というわけでね、最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。本当面白いな。バイバイ。